はい。皆さん、こんにちは。村長です。今日は新しいお知らせがあります。村長が DTM の便利なソフトウェアを開発しました。そのソフトというのは今画面に表している昔からとっても有名なロブパペンというプラグインのメーカーさんがあります。その中でももう10年以上も前からあります RG という リズムギターをとってもうまく奏でるソフト。このソフトに対してのとっても便利なツールを開発しました。このソフトは初心者からプロ級の方までリアルなリズムギターを刻めるようなソフトウェアです。その音色とかは一番最後にお話しします。このソフトはプラグインブティックなどでも購入できまして、この サイイトのののところから購購入入ででききまますすがブララックフライデーのセーセルの時などに安く購入できます僕は半額以下で購入ができました。また皆さんもそういう時期にゲットされるのもいいと思います。では本題の話に行きます。僕が開発しましたソフトというのはこのようなソフトでして皆さんには無料で使っていただくようにしています。 このソフトの概略をお話ししたいと思いますこのソフトは左のところですねここに CAmFGC スペース EmFG というふうに打っていますこのように小節区切りマークをパイプで入れましてそしてコードチェンジがある場合はスペースで区切って入力をしていただきますそして このソフトは一つだけ欠点があります。Am7 とかテンションコードは入れれなくってメジャーとマイナーこの二つに絞られています。でもそれをまた克服するようなテクニックも今日の終わりの方で見ていただくことにしますが何せこのように入力をします。そしてその入力には後から説明をします テックスコード2というフリーのアプリでコード進行を入れるとさらにさらに便利に使えることができます何せこのようにコードを入れましてコンバートというこのボタンを押しますとこんな感じの村長スタイルコードといわれる音楽の MIDI フォーマットに変換できるように作っていますそしてここで MIDI out というのを押してファイルに保存しますと MIDI のファイルができましてこの RG 音程指定というのができるわけです。おっとおっと。なぜこんな変換がいるかをまず説明していなかったですよね。例えば C というコードはドミソの音で構成されていますよね。通常 MIDI に打ち込むといえば そういうような形で入力し Am の場合でしたらラドミとかいう風になるわけですよね。でもこの RG というソフトはもっと便利にしたいというコンセプトからドの音を押したらそれだけで C になりまして今度は c マイナーというのを鳴らしたかったら 1>, 1オクターブ上の C4 を押せば c マイナーが演奏できるというようなちょっと特殊な仕組みになっているわけです4オクターブをうまく使って演奏をするというものなんです TAW の画面で少しその部分をお話ししますはいちょっと小さくて見えるかどうかわかりませんがここに鍵盤の絵が描いてありますが こういう仕組みになっているわけです。左の2オクターブはシーケンサーの A ということで、そして右側シーケンサー B という形でですね、2つのパターンが巧みに演奏できるように設定されているということです。では、今出ている画面の説明に順じて実践をやっていきたいと思います。ここで 僕の開発したソフトを表示しておきます。もし画面が小さな方などは、このように画面半分のところを使って表示してくれればいいと思います。そしてここに Tex コードがあります。はい。今 C、Am、F、G。そして一小節の中に C と Em と Am があります。そして F、G と続きます。 これで合計7小節ですがもう1小節増やしておきましょうはいそしてこの3つというような時は1小節を割り切れませんのでこんな場合は C が1拍 Em が1拍そして Am が2拍というような構成になるようにしています。このように、 コードを打ちますとテ e ス c コード2では演奏もできるようになっています。CtrlP で再生します。ちょっと聞いてみてください。このように8小節の コード進行を打てたわけですでは、これを選択してコントロール c でコピーをしまして、僕の開発したソフトに貼り付けをします。はい、このようになりましたね。ここで一つ便利にしています。テ e x c o d e 2で入れないでもうここに直接入れたいときにですね、 このパイプ記号って打つの案外面倒ですよね。シフトを押しながらバックスペースの隣。これを押すことになるわけです。ちょっと不便ですので、とっても打ちやすい Z。このデッドマークででも打ってパイプマークに変換できるように作っています。すると、僕の開発した 尊重スタイルコードメロディーバージョンというスタイルでこのような音符構成ができるようになっているわけです。例えば途中にあります C、Em、Am という1小節で3つのコードチェンジをしているところはこの部分になります。いわゆる C1 が1拍分ですねあってそして E2 これが また1拍分。そして後半の Am が A22 拍分という風になってるわけです。それが確認できたらここで MIDI アウトボタンを押します。適当な場所に保存をしていただいたらいいですがこのように僕の場合ダウンロードホルダーに保存します。ここにちょっとテストした部分があるのでこれが3番目までありますので次は4 ということになりまますすここれで保存をしますこのように保存をしましたらここにアウトプット4ミ d i というのができています。これをスタジオ1の方に貼り付ければいいわけです。この1つ目のトラックにはもう今右にありますようにロブパペンの RG というリズムギターソフトが立ち上がっています。 このトラックにダウンロードホルダーからこのようにドラッグドロップをします。こうすると C1 の領域と C2 の領域ですね。このところに音符が配置されました。先ほども言いましたように RG の約束でシーケンサー1とシーケンサー2の使い分けというのでこのようになっていましたから C1 から B1。 C2 B2、からそしてシーケンサー B を使いたい時はもう2オクターブずつ上がったとととこころということになります。ですからこれを2オクターブ上がったところに持っていくためにはこれを1個2個上げると Am の第2パターンができるというふうにもなるわけです。じゃあこれで音を鳴らしてみましょう。 こんな風に音が鳴るわけです。これはここでいろんなパターンを選択することができます。 ギター自身を変えます。 ここにはフィルターがあったりとかモジュレーションがあったりとか LFO そしてイコライザーなどですねいわゆるシンセサイラーのようになっているのでもっともっと音作りもいろんなものができるようになっていますまた下にはシーケンサーがありますのでいろんなパターンを作れるようになっています自分が自由にミューティングしたり引き下ろしたり引き上げたり いわゆるダウンスストトロローーク、クアップストロークですね。それらを自分でどんどん作っていって自分なりのプリセットを作ることもできるようになっていますが今日は僕自身がこのロブパペンの RG をまだ買ったばかりなんですねでも買ってコード指定をしたらキーボードで弾く時 C1C2Am だから A だから a というふうに押すのは子供が押すように適当に押せば特に発見の部分を押しておけば C メジャースケールなんかのバッキングをするのはお遊びのようにリズムをきらめて楽しいなとは思ったんですがいざこれをですねミディ音符として書こうとしたらですね今までの感覚とは全く違うのでこりゃ困ったなって思ったんです。 じゃあ、それなら自動的に作れないかと、まだ思ったのは2日前なんですよね。みんな困ってるだろうと思ったので、ソフトを開発すれば、一発でコード進行からこのように自動的にできるんではないかな、そんな風に思ったわけです。そして、さらに今回 TexCode2 を使えばいいですよ。 といった部分はですね、最初から僕の作ったこのソフトに打ち込むというよりも、こちらの Tex Code 2のフリーバージョンなんかを使わせていただくとですね、ここで打っておけば、このコード進行自身もスタジオ1のコードトラックにこのようにもできますし、コードトラックがないような DAW であれば、これを トラックの方にこのように入れればコード進行も入れれます。そしてこのようにベースも打ち込んでくれたりするんですがなぜこんな風になるかというとここにベースというのがチェックが入っていたからです。そしてここのところで出し方がいろいろあります。全音符というのにしておくとコードだけが入ります。こんな感じですね。 このようにコード進行がトラックにもそしてスタジオワンの場合のことしか僕は今は分かっていませんがコードトラックにもコードを持ってこれるですから最初はテックスコード2に入れればとっても便利ですねそしてコピーをすれば僕のソフトにもこのようにもしなかったとしてもですねここに貼り付けをすればいいわけですこのようにすれば RG のソフトが 簡単ににコード指定ができるるようになるそんな RG 専用のコード指定方法にコンバートするためのソフトウェアこれを開発したというわけですそして冒頭でお話ししましたロブパペンの RG というソフトはメジャーとマイナーしかできないというお話でしたねそれを工夫するやり方というのを 最後にお伝えしようという話でしたこれはどの DAW でもできるわけではないんですけれどもスタジオンの場合はこれをまずオーディオに変換しますするとこういうオーディオトラックに変わるわけですね もしコードをセブンスに変えたいというようなことがあったりですね時にはここは指す方と G7 に変えようというような場合ですねここを G の指す方これに変えますそしてこれを G7 にしますこのように コードを変更しても、スタジオ1の場合はこれに追従させるこことができます。このトラックを選択しておいてそしてコードに従うで「ユニバーサル」というふうにしますそうすればセブンスなどを表現できなかったこのオーディオトラックをテンションコードなどをつけて演奏をすることができます聴いてみてください こんんなな感じなんです。もちろんこれをまたミディに戻しましてそしてこの弾き方ですねこれをちょっと変えてみようと思いますどんなのしようかな はい、こんなのをしてみましょう。これで決定しましたら、これをまたオーディオに変えます。そして、これをコード追従。これをですね、こんな応用もできます。U-JAM の v o g というピアノソフトがあります。このソフトは Studio o だけなんですが、ここをフォローコードというのにしておくと、 ここにも MIDI が何もなくてもコードを演奏します。どうでしょうか。こんなふうにコード進行も。 そしてロブパペンの RG 専用の音符ですね。これを今回僕のソフトで一発で作れるようになりましたから、こういうふうに展開していくことがとっても便利になります。ただ僕自身が購入して2日目ぐらいなので、どんなふうにパターンを作ったり、もしくは音を変えていったりしたらいいかというのはまだ勉強不足ですので、 皆さんの方が持っている方はうまく使っている方も多いと思うんですが何せコードの指定が特殊でしたからキーボードを打てる人はキーボード録音をするのが一番早かったと思うんですねでもそれ以外頭で考えてマイナーだから2の領域メジャーだから1の領域なんていうようなことをちょっと考えると普段の MIDI の音符の作り方と全く違うのでですね、少し頭がこんがらがりやすい。それを僕のソフトで解消したというわけです。どうぞ皆さん、無料ですので、概要欄の URL から飛んでいただきまして、ご利用してみてください。村長スタジオでした。